電波がどこまで強いかも結構気にしてるな。ドコモ系やったらいいんちゃう？ドコモだったらまあ強いよね、一番インフラ整ってるから。それもあるし、安定してるような気がする、自分で使ってて。まあドコモはね、そうよ、よっぽどのなんか山奥とか海の上に船に乗りました以外は大体安定してるよね、ドコモ。あとね、これ個人トピックなんだけど、あ、GoPro を買ったの？うん。どう？使い心地とか。なんかさ、こうバキバキに映像撮るわけじゃないから、うんうんうん、今10、GoPro 10までしてて、片落ち。そうやんな。うんうん。で、公式で、48,000いくらだったのは、35,000いくらになってたから、まあ、これなら、で買っていいだろうって。そうですね、今限定、あ、限定セールしてるから、ほんまなんか。そう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 。あ、そうなんや。使いやすい。使いやすさは、まあ、ちょっとやっぱ、癖もあるのよ。ズームできないとかさ。ああ。そういうのはあるけれども、4K で映してくれるから、綺麗だ。iPhone やったらあかんの？いや、別に iPhone でもいい。私、4K で撮りたいとき、iPhone。あとね、ただ単にアクションカメラを使いたかったっていう動機です。ああ、それはわかる。別で持っときたい。そうそうだね。なんか最近、まあ、いろんな人から反応もらえんけど、うん、動画撮れへんっていう声が上がってる。動画撮れないって？その私らの顔とか出せへんっていう話。いや、多分出せへんよって答えといたけど。うん、出せへんな。まあ、カミングアウト私してるか、私はいいかもしれない。まあまあ、シンバはね。ちょっとハードル高いよねっていう話をしてた。うんうん。ちょっとハードル高い。めっちゃ高いよ。そんなに顔って見たいもんなの？気になるんだ。だからラジオみたいにして聞き流してもらうっていうことを目標にしてるからっていう。うん。それを軸に置いてるからって説明して、うん、で、まあ、大体終わるんですよ。たまに聞かれるね。実写があって、顔があって。イメージしといて。顔が見えたらラジオじゃなくなっちゃうからね。ラジオっぽくなっちゃう。そうそうそう。そうやね。だから、それは私たちのその目的、ラジオっぽく聞き流してっていうところから反するから、うん、ちょっとハードル高いかもね、みたいな。うん。それで濁すっていう言い方おかしい。逃げといて。ありがとう。ご期待していただいてる皆さん、ごめんなさい。顔出しの予定はございません。全然全くない。そういう、うん、その辺がちょぼちょぼとたまに聞くかな。オミラジオは意外に反響がいい、うん、面白いらしい。うん、オミラジオ面白いと思う。まあなんかこの間アップした語尾伸ばし音すごいメッセージ来た。閲覧数から言ったらほとんどの人がこれメッセージくれてるよっていうぐらいメッセージ来たから、個人的に。いや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 、もう私もこれもう生理的に無理やわ。もう会社にもいてるからさ。語尾伸ばし女だね。そう、しかも40歳やね、そいつ。なんとかで。そう、なんかこの間それぞれチームの部屋がチャットとか喋ったりする部屋に分かれて、会議しててくださいって、うん、雑談してていいよって時間やってな、うん、でその子のチームが人数少なかったみたいやんか、その日たまたまな、うん、で男の子とその男の子って30代ぐらいの男の人と、うん、で40代のそのババアやんか、ババアと二人きりになって、で私たまたまそこのメインのいろんな人たちが最初に集まる部屋にちょっと残ってって言って喋ってて、うん、でそしたらそこに突然入ってじゃあ私たちのチーム2人っきりで会話がないんですとかこんな言い方するからお前もう40やろって可愛いと思ってんの、敵でした。すかさずヘッドホン外したからその一言で敵でしいわ。だってこの間も、まあ、テクニカルで言ったら、まあ、多分私今の部署とか、うん、多分5本の指に入るんだ、テクニカルの高さ意外に高くて、うん、でめっちゃマニアックなこととかも回答できるねんけど、たまに、うん、この機能あったけれどももう今新しくなったからなくなったん違うかっていうのもあったりとかするんだ、うん、昔あったけど今もうなくなった機能っていっぱいあるよ、うん、でそれでちょっと確認でもう今なかったですよね、確認する。たまたま質問チャットでして担当がその40の前、うん、でそれがメールを新規作成した時に差出人を変更するのはできると思うんですが、それの出てくるやん候補がアドレスの元の自分のアドレス2個とか3個登録したら、うんうん、それの順番の入れ替えに話したのかな、うん、
でこれを入れ替えるのはまあ私知ってるから登録し直ししたらいいっていうのも分かってるんですけども、これって消したら連絡先とかメモとかも紐づいてて消えるから、また戻ってきた時順番は元の順番でしたっけっていうのを聞こうと思う。それをこういう言い方で聞いてた、元の順番でしたかねって、そしたら宛先ですよね、差し出しにって、でしばらくなんかゴソゴソして考えて、宛先ですよねみたいな感じに、いや差し出し人ってわかるって3回目言われた時に、あ、わかりました、こちらで案内します、こちらに来た時に、あ、ちょっと待ってはっ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 、登録するでおじゃる。